さあ、本日も早速参りましょう。と思いましたが、その前に、チャンネル登録と高評価、コメントお願いします。では改めまして、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今日は1日1話、読めば心が熱くなる365人の仕事の教科書。という藤尾秀明さんの著書を紹介するわよ。おお、この本は今話題の本だね。アマゾンでもベストセラー書として取り上げられているよ。そうなんだ。著者の藤尾さんは、この本の出版社の代表取締役。で、この本は、もともとは月刊父のインタビューや対談記事を再構成したものだそうよ。ほう。つまり、当時、大活躍した人物の生の声が反映されているから、超リアルな一冊になってるの。すげえ、早く見たいぜ。また、タイトルにもあるように、1日1話ずつ読めるようになっているから、三日坊主の魔理沙でも全部読めちゃうよ。そりゃあ、ありがてえっす。時間も限られてるから、早速、行ってみよう。ということで、今回の動画では、1、努力せよ。2、リスクとなる人を見抜け。3、問題が起こったら考え抜け。についてお話しするわ。まずは1の努力せよ、についてお話しするわね。ところで魔理沙、稲盛和夫って知ってる？おう、もちろん。京セラ名誉会長のあの稲盛和夫さんだろ。本もいっぱい出しているし、ビジネスの世界じゃ超有名パーソンさ。そう。そんな彼が大事にしていたもの。それが啓示よ。啓示？なんだ啓示って？啓示とは、一言で言えば、神のお告げみたいなもんよ。なんか宗教みたいだな。もっと簡単に言えば、ひらめきのこと。この啓示を稲盛さんは、知恵の蔵って呼んでる。この知恵の蔵が宇宙のどこかにあって、そこにアクセスすると、とんでもないひらめきや世紀の発明なんかが得られるんだって。お、すげえ。知恵の蔵にアクセスしたいぜ。早くアクセス方法を教えてくれ。落ち着きなさい。そう簡単にアクセスできたら、みんな成功者よ。確かに。アクセスするには、魔理沙の苦手な人並み外れた努力が必要よ。わかりやすい例で言えば、かの有名なエジソン。彼の功績はトライアンドエラーから生まれた。つまり、努力に努力を重ねた結果、知恵の蔵からひらめきを得たの。私にとって、無理ゲーに近いな。さらに、この知恵の蔵は尽きることがないから、アクセスできれば無限にひらめきが得られるそうよ。マジか。じゃあ、努力すればいいんだな。努力だけじゃダメよ。コツがあるの。実は、努力している時に、ひらめき来いって待ってると来ない。努力に努力を重ねて、ふとリラックスした時に来る。他には、寝ていて夢を見ている時来るというわ。なんと。このひらめき方は、他の成功本でも同じことが言われているから間違いないわね。努力か。そう。あの京セラの稲盛さんも、このひらめきから、数々のひらめきを得て、大成功を果たしたの。努力したものにしか与えられない特権みたいなものだから、まずは努力が必要ね。おっし、今から努力するぞ。何をだ。さて次は2のリスクとなる人を見抜けについてお話しするわね。ところで魔理沙、2024年に新1万円札の顔になる人を知ってるか？もちろん知ってるぞ。渋沢栄一先生だ。2021年の大河ドラマ青天を衝けの主人公でもあるぜ。日本資本主義の父として、現代日本に深く関わり、多大なる影響を与えていることで有名だ。お、勉強してるわね。そう、彼が偉業を成した激動の時代は、今の時代とリンクすることもあって、今、話題になってるの。ひょっとして、渋沢栄一先生のお言葉が聞けるのか？そう。渋沢さんが伝えるのは、会社にとってリスクとなる人の見分け方よ。リスクとなる人の見分け方？そう。日本は成熟社会と言われて久しい。そんな成熟した社会の成熟した企業の幹部がもし、リスクを抱える人々だったらどうする？倒産するぜ。もし、これが国家レベルなら、国が崩壊する。今日はいつになく、冴えてるわね。その通り、もしリスクとなる人物が決定権を握っていたら、間違いなく崩壊は訪れる。だからリスクとなる人の見分け方が大事。そう、その通り、渋沢さんが唱える悪い会社幹部は3タイプ。まず1、名ばかり重役。これは、会社の取締役や監査役といった役職を名乗りたいために、名ばかりで実際は何もしていない暇人のこと。彼らの考えは概して浅く、野心もなく、身の保身しか考えていない。よって、会社のリスクとなる。腐ってるぜ。に、いい人だが、事業経営の手腕がまるでない人。文字通りね。こういった人が重役になると、部下の良し悪しが判断できない、帳簿の異変に気づかないとなる。すると、部下がミスを重ね、気づいたら、時すでに遅し状態となる。いい人でも、経営に関しては厳しくないとな。3、会社を自分のために利用する人。これはもう犯罪に近い。
自分が有名になるために会社を利用したり、私腹を肥やすために利用したりと、とんでもない悪用を働く。道徳心の欠片もないから、即刻会社から排除しなければならない。よくニュースとかでやってるやつだ。もし、自分が経営者だったら、この3タイプを頭に叩き込んでおきたいところ。重役に抜擢しないように気をつけないとね。そうだぜ。知っているかどうかで、運命が左右される。やっぱり勉強は大事だな。今日は本当に冴えてるわね。明日、雪でも降るのかしら。ひど。さて最後は3の問題が起こったら考え抜け、についてお話しするわね。ところでマリサ、何か問題やトラブルに直面したとき、あなたなら何をする？そうだな、Google 先生に答えを聞くかな。マリサらしい答えね。でも残念ながら、それじゃあ問題は解決しないわ。なぜだ？その理由は、自分の頭で考えない限り、本質の答えにはたどり着けないからよ。自分の頭で考える？そう語るのは、ソフトバンク社長の孫正義さんよ。おう、いつもお世話になってるぜ。でもなんで、自分の頭で考えなきゃいけないの？自分より頭のいい人から答えを聞いた方が間違いないんじゃ？それも一理あるけれど、孫さん。こんなことを言ってるわ。脳みそがちぎれるほど考えろ。そうすると、おのずから新しいひらめきなり、問題解決策が出てくる。脳みそがちぎれる。そうよ。脳みそがちぎれるほど考え抜くことで、最適解がとくらえるの。マリサの一番苦手なことね。おう、マリサは行動派だからな。まあいいわ。ところで何か気づいたことはない？どういうことだ？相変わらず鈍感ね。さっき話をした稲森和夫さんの知恵の蔵よ。おう、努力に努力を重ねると知恵の蔵にアクセスでき、ひらめきが得られるってやつか。そうよ。孫さんの考えも、それと似たところがあるの。とにかく考えて、考えて、考え抜くことで、問題を解決するの。考え続けることと努力は似てるかもな。さらに孫さん、考えることでストレス解消もできると言っている。よくお酒を飲んで騒いだり、運動したりするのが、ストレス解消になると言われるけれど、実はそれ、現実逃避でしかない。聞く。どんなに気分は晴れたとしても、問題が解決しなければ、また同じストレスと向き合うことになるわね。だとしたら、脳みそがちぎれるほど考えて、答えを探す方が、断然ストレス解消になるの。確かにそうだぜ。ということで、問題解決、ストレス解消には考え抜くことが、最善の方法ということになるわね。よし、今から酒を飲みながら、考えるぞ。ダメだこりゃ。では、今日はここまで。また次回の動画で会おうね。